はい。それでは、地学の授業を始めたいと思います。今日は、ズバリ、絶対等級ということになりまして、一体何の話をと思うところだとは思いますけれども、そうですね。夜になって空を見上げる。そうすると、明るい星もあれば、暗い星もありますとね。もう、はっきりとあそこにある星という風に指さすようなものもあれば、 目を凝らしてやっと見えるような暗い星もあるというね。話になってくるんですが、ただそれって本当に平等な評価なんですか明るい星というのは、ただ単純に私たちの近くにあるから明るく見えるんじゃないでしょうかというね。暗い星もしっかり、遠いから暗く見えてるだけなんじゃないでしょうかという話になってきますので、ちゃんと距離を揃えて平等な評価をしようと。 いうのがこの絶対等級という話になります。で、そして何なのかというと、はい。そうです。そうやってね、距離の違いによって見かけ上の明るさというのは全然違ったものになってしまいます。だからね、すべての構成を、そうです、そうです。距離の単位のパーセクよという話になりますが、10%ね。 の距離に置いた時に見えるはずの明るさね。だって、どれもこれも本当に10%の距離から見られるってもんじゃないですから。原則地球上からしか見られないんですかということなんで、まあ、はずの明るさという。まあそんな表現になっております。で、そして、そうなんです。必要な情報ね。絶対等級を求めるために必要な情報というのは、 見かけの等級ね。普通に我々が地球から見た時の明るさね。うん、と、あとそれから今観察している恒星までの距離ね、うん。これが出てくればいいんですけれども、まあ見かけの等級は比較的簡単ですよ。さっき言った通りで夜お空を見上げて明るいの暗いのと。まあその辺も基準があって、 決して楽ではないわけなんですけれども、まあ求められますとね。で、そして、距離をどうするのかという話になりますが。はい。まあこれもね、以前やってますので、詳しいことは復習してねということになりますが。近い構成なんだとすると、距離を決めるものというのは誰が何と言おうと、 年収しさですよとね、うん。いうことになりまして。あ、出ましたね。ということで、そう。年収しさって何だったかなと言いますと、そうです。このど真ん中に赤い太陽ね。で、それでもって、高天気道場の半年分ずれたところね。まあ、要するにそう。 高天軌道をほぼ円レスという風うに禁じしてやって、直径分の距離が離れてますよとね。で、その時に、どれだけそう、見え方が違ってくるかの示唆なんですけれども、この最大の変動の分の半分ね、これが年収示唆というもんだったじゃないですか。で、そして、あ、なるほどと。なんで10%パーセクね。 という基準になっていたかというのも年収しさと言わればわかると思いますけれども、要するに10%に相当するのは年収しさで言ったら、うん。そうですね。0.1秒だったじゃないですかという。そうそう。2つ振ってるからセカンドと言ってるんですよ。達に英語勉強してあげてくださいねということにはなりますけれども、ってな感じになってきますので、ちゃんと 10%パーセクという基準ね。これも年収したということを考えてあげたならば、なかなか合理的な決め方じゃないですかという。まあそんなあたり味わっといてくださいなということになります。で、そしてそう。はい。構成の絶対等級ね、うん。これはそう。この換算の式も覚えておこうって話になりますが、その星を 距離32.6光年ね。つまり10%ですよとね。だからそう、言われるまでもないという感じになってくれればいいですけれども1、1%ね。これがそう、3.26光年に相当しますよというところね。で、それでもってそう、まあ定義としては、まあ要するに、この角というのが年収示唆なわけですので、 年収下と距離というのは、反比例の関係にあるんですけれども、反比例なら反比例で比例定数というのが入ってきて面倒くさい。だからそう、y イコール x 分の1じゃ済まなくて、y イコール x 分の a としないといけませんという、あの a のところが面倒くさいという話になりますので、そう1、1%これは年収下が1秒になる距離ですよというね。まあそこのところも、ああ、そういえばあったなと。 言った感じで思い返しておいてくださいなというところ。っていうことでそう。10%パーセクつまり32.6光年ね。ここに置いた時の等級で表したのが、絶対等級ですよと。だから、これは距離をちゃんと揃えましたので、平等な評価になってるじゃないですかという。そこを分かっておいてください。で、そして、 なんか公式が出てくるよ。頭痛えよっていう人もいるかもしれませんが、いや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 、そんな大変なもんではありませんからね。はい。まあ普通こういうアルファベットの割り振りになってますけれども、実施等級スモール M ね。から絶対等級ラージ M ね。これを求める際というのは、P をそう年収したとしまして、はいはい。ラージ M 引くスモール M イコール 5-5ログ P ね。で、それでもってログ何ですかこれと思うかもしれませんが、そう。定書いてないんですが、対数は常用対数、つまり定10の対数考えてますよ、ということにご注意くださいね。まあ、こういう関係を用いる。だから、ちょうどそう。P が10であったならば、10%であったならば、そうです。 ラージ m 引く small m イコール0になるわけですよという。まあそんなあたりを分かっておいてくださいなというところでして。これね、パーセク単位の距離ね、p ね。というふうにやってそう。ラージ m 引く small m イコール5-5ロ o g p ですというね。まあこんな式が成り立つことになりますよというところです。 で、そして、試しに一つ見てみましょうか。HR 図ですね。はい。質問は何かというとそう。図中の、あと、いと、うね、うん。これらの構成を半径が大きい順に並べてみましょうという話です。で、そして、 まず一つね。そうそう。このスペクトル型ね。o、oh, be a fine girl, kiss me とかね。覚えてもらうといいやつなんですけれども、右に来れば来るほど暗いんですとね。そのはずなんですが、星全体として見てあげたら明るくなってますよとね。温度が低いのに明るくなってるよということは、それは 大きさで稼いでいるね。それしかないじゃないという話になりますので、一番ね、半径が大きいのがこの、あですよという話になります。で、次ですね。今度はそう、いとうなんですが、この二つというのはそう、絶対等級がほぼほぼ同じね。 星全体として見たときの明るさが同じですよとね。で、それでもって、はい。単位面積あたりの明るさね。まあ、それはつまり表面温度でもあるわけなんですけれども、要するにそう、この表面温度というやつね。これがそう、低いんだけど同じ明るさになってますよということは、 うの方が大きいことによって全体として見たときに何とか同じ明るさまで追いついてるわけじゃないですかというね。話になりますのでそう。いとだったらうの方が半径大きいわけですよとね。いう話になりますので、結局のところそう。半径大きい順に合ういとね。うん いうふうに並ぶことに注意してくださいなというところです。はい、まあ、というわけなんでなまあ、次の時間ももうちょっと踏み込んでみていくことになりますけれども。まあ、何はともあれね、この HR 図ね。で、そして、横軸がスペクトル型表面温度に対応しますよとね。で、そして、今日のテーマでもある絶対等級というのが、 縦軸ね。上に行けば行くほど明るくなるんですよ、というね。で、それでもって、この問題に関して特に言えば、表面温度が低いです。単位面積あたりで見た時には暗いですよ、とね。それだとしたって、面積を大きくする。大きな星になれば明るくなるじゃないですか、という。まあ、そこら辺をしっかりと考えた上で問題と向き合ってくださいね、と。 いう話になります、はい。じゃあ、そんなあたりで本日の授業お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうかあ,あ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、 またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。